おはようございます。チルチルです。新型コロナの感染状況も気がかりですが、ここ最近の雨の降り方も変わってきています。地球温暖化の影響なのか、局地的に大雨が降ったり、しかも長時間降り続き、何十年に一度の大雨という表現をここ最近よく耳にします。熊本や鹿児島では大雨による甚大な被害も出ているようで、心配な状況です。皆様、くれぐれも早めの避難を心がけてください。紀伊半島も数年前に甚大な被害を受けた経験がありますので、なおさら大雨の怖さは知っています。今の状況でどこで被害が出るかわかりませんので、備えておくことはとても大事です。さて、本日も愛車ミニを使って撮影していきます。私の動画では、長年シリコン洗車を継続してきた経験をもとに、シリコン洗車関係に関する動画を主にアップしています。動画が役に立ったもしくはためになったという方は、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。本日はサムネイルではシリコン洗車におけるマル秘奥義っていう感じで紹介していますが、皆さんも何ぞやと思っていると思いますので説明していきます。まず私の駐車環境を見ています。このように少しだけ雨よけがありますが、車半分、助手席のみ少し雨をしのげる環境です。このように助手席側のみ雨がしのげていますね。全く濡れていません。ボンネットも半分ぐらい濡れていない状況ですね。ボンネットのこの水玉状況を覚えておいてください。少し歪になっていました。本日は愛車ミニを使い、シリコン洗車における雨洗車について実演していきますので、本日もよろしくお願いいたします。今日は雨がだいたい、そうですね、天気予報でいうところの2ミリから3ミリ程度の雨ですので、こんな感じですね。いびつな状態になっています。映像的にわかるように一応撮影していますが、こんな感じですね。雨がパラパラ降っている状況です。ちょっとカメラでは補足しづらいですが、少し雨が降っていますね。天気予報的には2ミリから3ミリっていう感じです。私の経験からすると、雨の量は5ミリ程度の雨が一番ベストです。5ミリ以上の雨が長時間降り続ければ、雨だけでもシリコンコーティングですと皆さんが想像している以上に車はきれいになります。できればもう少し降水量がある方がベストですね。こちらは雨が打たれていない方の側ですね。やっぱり少し汚れていますね。こちらは雨が打たれていないので砂が流れません。再びボンネット側に映像を切り替えています。こういった2、3ミリ程度の雨で少し走行するだけでも綺麗になるというところを本日は紹介していこうかなと思っています。現状の方が確認できましたので、これから近所のコンビニまで時間で言いますと5、6分の走行してみます。現在映像で捉えている走行前の水玉の状況を覚えておいてください。走行後比較していきます。では早速コンビニに行き、昼飯を調達してきます。田舎に住んでいるとコンビニに行くのにも車は必要です。都会のように歩いてコンビニに行くっていうことはまずないですね。2、3ミリの雨は天気予報では小雨と表現されますが、この日は一時的に強まったり弱まったりっていう感じの雨でしたね。一般道を現在40キロ程度で走行していますが、ほとんどワイパーは使わずともシリコンコーティングですので、結構雨は飛んでいってくれます。走行映像をアップするとよく視界性がどうなのかとか、ワイパー作動時に白くなるとかっていうコメントがよく来ますが、映像の通りフロントガラスにシリコンを入れても何の支障もなく、視界性もよく、雨もよく飛ばしてくれます。私の経験上、フロントガラスにシリコンを入れてトラブルが起きる場合は、大抵の場合シリコンの入れすぎか、もしくはワイパーゴムの劣化によるものか、どちらかであることが結構多いですね。
シリコンが多い場合は激泡で洗浄するといいですね。ワイパー劣化による場合はゴムを一度交換すればトラブルは解消できると思います。一般道ですが綺麗に撥水できていますね。バッチバチに撥水して飛んでくれています。気持ちいいですね。話を雨洗車に戻しますと、そもそも雨にはさほど車を汚すほどの原因となるものは含まれていません。ただ時期によって特に私のように山が多い地域では花粉混じりの雨になったり、その他の大気中に漂っている黄砂や PM2.5 など雨と一緒に降り注ぐ場合もありますが、そこそこの雨が長時間降ってくれれば走行せずとも車はきれいになります。シリコン洗車における雨による恩恵は大きいです。私の勝手なイメージですけど、雨は純粋ではありませんが、それに近い印象はあります。青空駐車ですと洗車してもすぐに翌日にはボディの上に砂が乗ります。洗車において大敵な砂を雨は流してくれます。降水量が少ない今日ですと5、6分ほど走行するだけでボディに乗った砂を流してくれて、またシリコンの持つコロコロ水玉撥水で同時に汚れも流してくれます。はっきり言って少し走行するだけで十分愛車は輝きますが、今回はそれでは雨洗車は本当なのかどうか分かりづらいため、5、6分先のコンビニ間を往復した後に家に戻り、汚れが流れているかも検証していきたいなと思っています。シリコン洗車のいいところは、まず他のコーティング剤では雨で綺麗になるってことはまずないですよね。シリコン洗車なら雨洗車ができます。はい、コンビニに到着しましたのでミニの現状を確認していきます。約コンビニまで5、6分走行しました。こちらは先ほど見た通り雨で打たれていない方の箇所ですね。まあ当然のことながら走行しましたので雨に打たれています。こちらはフロントガラスですね。やっぱりバッチバチに撥水してますね。小雨ですがバッチバチに撥水しています。で、問題のこちらボンネットですね。よく見てもらうとわかりますが、やっぱり水玉の形状が全然違いますね。結構まん丸になっていると思います。まん丸になっているということは、それだけボディの上に乗っていた汚れが落ちているということですね。砂などや汚れが落ちてくれているということになってきます。だいたい本当に5、6分走行しただけですけど、やっぱり水玉の形状が全然違いますね。バッチバチのまん丸の状態になっています。結構5、6分でも綺麗になりますね。もう見てもらったらわかりますが、やっぱり綺麗ですね。ピッカピカの状態になっていますね。はい、家に戻ってきました。往復でだいたい10分ほどの道のりですね。その間を走行してきました。また現状を見ていきますね。やっぱり綺麗になってますね。全然水玉の形状が違います。だいぶ小雨になってきましたね。雨が本当にパラパラの状態です。地面を見てもらったら分かります通り、やっぱりこの違いですね。上に小さい屋根があるため半分だけ濡れていない状況ですね。この感じですね。ですので、まあ車の3分の1は濡れていない状態ですね。まあここはもともと濡れていなかったところですが、5、6分走行してきました。往復10分ほど走行しますと、やっぱり当然濡れますね。濡れることによってボディの上に乗っていた砂も一緒に流してくれています。もうバッチバチですね。こちらルーフですね。こちらサイドのリアのガラスですね。やっぱりたまたまになっていますね。水玉が。ではここからは走行によりボディ表面に乗っていた砂や汚れが本当に取れているのかをショップタオルを使って見ていきます。通常の洗車ですと
ショップタオルで水洗車するとショップタオルに汚れや砂が吸着しますが、5、6分雨の中走行するとボディ表面に乗った砂や汚れは流れているのかを見ていきます。現在ショップタオルで軽く流していますが、どうでしょうかね。やっぱりショップタオルにほとんど吸着していません。こんな感じですね。ほとんど汚れていませんね。まず映像的には雨に打たれていない箇所ですね。ストライプの右側はほとんど雨に打たれていない箇所で、砂が蓄積していたと思われるところをまずショップタオルで軽く洗車しました。洗車と言いますか、ただ拭いただけですけど、ほとんど吸着していませんでしたね。続いて、まあ奥側もやっていきますね。こちらはもともと雨に打たれていましたので、ほとんど砂は流れていますが、やっぱり今回は3ミリ、2ミリ、3ミリの雨で、ごく少量の雨ですので、走行した結果ほとんど砂は流れてくれていますので、同様にショップタオルで洗車していきます。全然吸着していませんね。ショップタオルは綺麗な状態です。5、6分の走行によってボディの表面に乗った砂が流れてくれていますので、安全に洗車できますね。まあ今さーっと今拭きましたが、こんな感じですね。もうピッカピカの状態ですね。ただちょっと雨が多少降っていますので、完全に乾く状態ではないのでちょっと見づらいかもしれませんが、現在軽くショップタオルで拭いただけです。次は綺麗なショップタオルに切り替えて、まず水分を軽く拭き上げていきますね。まあ多少雨降ってますので完全に拭き上げることはできませんが、まあ映像的にちょっと見づらいかなと思いましたので、これから軽く拭き上げていきます。もう全然砂が乗っていませんので全く抵抗はないですね。綺麗に仕上げることができます。まあこちらの面は雨の影響がありないところとなっていますので、軽く拭き上げしときます。これから拭き上げ後の状態見ていきますね。もう完璧に鏡面状態になってますね。こんな感じです。ただ走行してショップタオルで軽く拭いただけです。それでこの輝きになっています。次は同じところをアングルを変えて見ていきますね。もう完全に鏡面状態ですね。鏡になっています。まあ今日は雨が降っていますので、あまり天気は良くありませんが、天気が悪くても鏡面状態になります。もうついでなので奥側もやっていきますね。もうただ拭くだけで十分綺麗になりますんで。まあ、こちらの箇所は雨が打たれていますので完全に乾くことはありませんが、綺麗になりますね。雨が 2,3 ミリの小雨でも 5,6 分走行するだけで雨洗車ができます。まあこれがなせるのがシリコン洗車ですね。一番いいのは雨の中少し走って屋根がある場所に移ってショップタオルで拭き上げる。これだけで愛車は綺麗に輝きます。私の場合は屋根の環境がないのでできませんが、残念ですね。5ミリ以上の雨が降れば拭き上げもいりませんね。一晩中雨が降れば翌日にはピカピカの状態になっています。今回は映像的に走行後ショップタオルで拭き取り、砂や汚れがないか見てきましたが、本来の雨洗車は何もせずに愛車が綺麗になるっていうことです。何もせずに綺麗になるって、これって究極の洗車じゃないですか。雨が降るだけで洗車ができるのでシリコンコーティングはやめられません。こうやって見てみると雨はいいことばかりな感じがしますが、実はそうでもないところもあります。
雨によって愛車は綺麗に輝きますが、同時に長期間雨に打たれることによって、この時期は特にシリコンの減衰も同時に進みます。ですので、以前に梅雨入り前にシリコンを追加しておくことは大切なことですよというのをお伝えしました。今年の梅雨は私の住んでいる地域ではずっと雨が降っているという感じではなくて、晴れ間も時々あって結構多かったですね。それでそれほどシリコンの減衰はないと思いますが、梅雨が明ければまたシリコンの追加のタイミングとなってきますね。まあ走行後簡単にショップタオルで中央ボンネット中央部分をさーっと拭きましたが、もうついでですんでボンネット全体ショップタオルで拭いときます。まあここも完全に走行後砂が飛んでいってくれていますので、ショップタオルで拭くだけです。これから軽く拭いておきますね。こんな感じで軽く拭くだけで、まあちょっと雨が降っていますので、この箇所も完全に乾くことはありませんが、もう砂の心配なくショップタオル1枚で十分にきれいにできます。現在さーっと拭き上げしました。ショップタオルの方確認していきますね。こんな感じですね。もう全然汚れていないですね。全然砂紙や汚れはないです。ただこれだけのことです。一応この箇所も分かりやすいように、映像的に分かりやすいように乾いたショップタオルで軽く水分拭き上げておきます。もうピッカピカですね。まあ曇天の状態ですけど全然輝いています。まあ今回は検証という形でやってますんで、本当に通常はただ雨に打たれるだけで大丈夫です。ピッカピカになります。まあただこの注意事項ですけど、シリコンが完全に安定している状態でないとこの状態にはなりませんので、その点は注意してくださいね。2、3ミリの雨の中、5、6分走行して軽くショップタオルで拭き上げた直後の映像です。もうピッカピカですね。まあ、若干やっぱり雨は降っていますので、徐々に濡れていきますが、こんな感じとなっています。今回はコンビニに行くついでで、と思って撮影してきましたが、ショップタオルも持ち出してきましたので、ついでにこの箇所も拭き取り、ボンネット全体洗車しておきます。このエンブレム周辺も先日磨いた後にシリコンを乗せたところですが、シリコンやっぱり効いていますね。ピッカピカですね。まあ今ショップタオルの現状を見ましたが、全然汚れも吸着していませんでした。もうさーっと拭き上げるだけでこの状態ですね。ではついでにと言いながら、ボンネット全体ショップタオルで拭き上げしましたので、全体確認していきます。もうただ走行してショップタオルで拭いただけです。もうこっちは濡れていませんので、ピッカピカの状態ですね。まあ、こちらは雨に打たれていますので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、輝いています。結構やっぱりこの曇天の中で輝くっていうのは結構難しいんですが、シリコンコーティングだと実現可能となっています。ただいまフロントガラスの方も撮影していましたが、フロントガラスももうワイパーを動かして雨の中走行するだけでもう綺麗になりますね。もうほとんど手間がかかりません。雨は本当にありがたいです。住んでいる地域により多少は違いはありますが、比較的都会などでお住まいの方は花粉や黄砂が降り注ぐっていうこともないかと思いますので、この時期から冬までは雨が5ミリ以上降ればシリコンコーティングなら雨洗車ができます。雨洗車ができますと言っても何もしないですね。
雨に打たれるだけで愛車は輝きます。もちろん雨ですのでディポジットの心配もなく純粋で洗った感じになり安全に洗車ができます。少し走行してショップタオルで拭き上げただけでこの輝きですね。もう完全に鏡面状態になっていますね。撮影している私が映っています。ピッカピカの状態ですね。曇天でもこんだけ輝いています。本日はここまでシリコン洗車のマル秘奥義、雨洗車について話しながら洗車してきました。シリコンが安定さえすれば何もしない雨洗車が体感できます。興味のある方は一度シリコン洗車をはじめ継続し、この何もせずとも輝く雨洗車を体感してみてください。今回は分かりやすいようにショップタオルを使いましたが、私がいつも使っているハケを使っても結果は一緒です。ショップタオルの方が汚れの吸着が分かりやすいので今回はショップタオルを使ってやってきました。そうこうしているうちに雨がちょっと強まってきましたね。こんな感じになってきています。結構降っていますね。ちょっと降ってきました。最後までご視聴ありがとうございました。